はなちゃん、はい、なんか素敵な日本人と出会えた？最近見つかった？いいえ、まだです。はるかは？まだです。 どこに会えるの？わからないよ、今家から出れないから。確かにコロナでしょ、社長。そうだね、外出たいよね。そうですね、早く終わりたい。はなちゃんは、でもあれでしょ、日本人がいいんでしょ？はい、いいです。日本人今いないからね、ちょっと会うの大変だよね。でもさ、ミャンマー人とさ、日本人でさ、全然気が合わなさそうだけど大丈夫？うん、それどうするかいいですか、社長。ミャンマーのね、前の女の子といろいろあったけど、やっぱね、はい、いつも電話してくださいとか、はい、すぐにメッセージ返してくださいとかでさ、大変だったんだよね。そうね、それはミャンマーって女の子だけじゃなくて男も。あ、そうなの？そのままです。はい、男の子もそんな感じなのか。だからさ、大変じゃない？その日本人が何考えてるとかって分かんないでしょ。そうね、大変ですよ。そうですね、大変ですね。日本人はね、今どんなことを考えるか私も知りたい。あ、本当、はい、日本人の男性。はい、社長紹介してくれてください。僕が教えてあげるよ。社長は興味ないですよ、社長。興味ないです。そんな、社長ね、はい、社長はパパだから。あ、そう、僕の考えとかはいらないでさ。いらないです。社長の考え方はちょっと半分ぐらいミャンマー人みたいになってるでしょ。そうね。だから、いや、いや、くそ。分かった、じゃあちょっとあの友達の日本人がいるから連れてくるわ、はい、紹介する、はい、でその人がね、なんか日本人がどう思ってるかとか、ね、どんなこと考えてるか知ってるから、はい、じゃあその人に聞いたらいいじゃん。じゃあ僕はもう用がないから帰ります。カズヤさんちょっと来て。はい、日本人のカズヤです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、日本人の恋愛についていろいろ今からじゃあ教えてあげますね。お願いします。まず日本人で20代から40代の人で恋人がいない人は 70% ぐらいいるみたいですね。そのぐらい？うん、それくらいいます。それはミャンマーと比べてどうですか？多いと思います？それとも少ないと思いますか？多いかな。多い？彼、なんか恋人いないの方は多いね、日本人の、日本人には。うん、日本人は今は、だんだん恋人いるの方が多いだよ。恋人いる人たくさんいるんですか？はい、いますよ。なんで日本人はそんなに恋人がいない人が多いかな？仕事ばっかりしてるから。そうね。そういうイメージなんですね。なるほど、はい、日本人の20代の男の人で一度も彼女がいない、今まで彼女がいませんの人はだいたい 40% ぐらいいるみたいですね。20歳まで彼女一回も、誰も一人もいないの意味ですか？そう、20代なので、まあ、25歳とか29歳とかでも。本当ですか？うん、でも全然全然違う。でも自分でもね、いる人もいると思うね、うん、私知らないから。一人もいないとかはないでしょ、花。高校生ぐらいから彼女とかね。でも自分は好きですけど、彼女は好きじゃないの、人いっぱいだよ。あ、そうだね、そうだね。はい。ごめんなさい。人いっぱいだよ、はるかさん。ごめんね。それは片思いだね。はい。日本では草食系男子っていう言葉も今あるんですよ。自分から先に女性に言わないで、女性も来るの方が待ってるの人でしょ。ええ、すごいですね、よく知ってますね。そう、そんな感じ。日本人の最近の若い男の人は自分から女の子に話しかけたりするのが苦手な人も多くなっていて、だから彼女も一度もいない人もたくさん増えているということですね。ミャンマー人の男の人はどうなんですか？自分から女の子に声をかける人が多い？その方は多いです。女の子からはあんまりないね。ミャンマー人の女の子から告白することはあんまりないんですか？ないですよ、それは多分ダメなみたいね、ミャンマー人の女性から。なんか好きな男はいるですけど言えない、言っちゃダメみたい。その時はどうするんですか？
その男の人に私は好きですよっていうのが分かるようにするんですか？するの人もいるし、だから発想がしから何もしないの人もいるね。何もしない人はもったいないね、好きなのに。そうね、そうですね。自分から告白する人ももちろんいるけど、自分から女の人に好きでも話しかけたりできない男も増えているんですね。あ、日本人の男の人と付き合いたかったら、こう私は好きですよっていうのが相手に分かるようにしてあげないと、はい、最近のおとなしい20代の男の人はあんまり告白とかしてこないかもしれないですね。そうですか、うん、残念ですよ。日本人、そうだね、なんかさっき仕事をたくさんしてるイメージって言ってたけど、まあ、それもあるかもしれないけど、出会いがないから恋人ができないという人も多いみたいですね。で、日本人の中でその いい出会い、こういう出会いが欲しいと思っているものは、仕事で関係がある人と出会って付き合うとか結婚するっていうのが一番いいと思っている人が多くて、その次は学校の頃から、高校生からとか大学生から付き合ったり結婚したりするのがいいと思っている人が多くて、あとは友達からの紹介。でも最近はそういう出会いが少ないから、婚活サービスっていうのがあって、はい、結婚するために自分からそういうサービスに登録することですね。ああ、はい。そういうサービスを使う人とかも最近はいるみたいですね。あ、ママ、今言うようなサービスはどうですか？サービスね。お金高いよ、お金。え、それお金？高いの？高い。女性はでもちょっと安いのかな。結婚相談所とか行くと結構高いですよね、はい、ああいうのって。そうですよね、結構高いですよね。でも何人も何人も会わないといい人が見つからない人も多くて、多分すごくたくさんお金を払っている人もいるかなと思いますね。それお金持ちだけでしょ、それを申し込みするの、フィルたちは。あ、分かんないですけど、私のイメージだと結構やってる人、お金持ちに限らず多いイメージがありますけど、どうなんですかね。最近は普通の人も結構いるんじゃないですかね。社長もどう？僕は SNS 出会いサービスはありますかね、Tinder とか、はい、あのアプリケーションあるの？はい、あるで。ずっとでもデートするできるし、それアプリケーションはダウンロードするだけでしょ、ただお金いらない、ただそれは多分ただのものもあるし、男だけお金がかかるものとかもありますよね。メッセージをやり取りするのにもお金がかかるから、プロフィールをお金を払ってなければ途中までしか見れなくてとか制限があって、男は辛いよ。お金がかかる。でも私聞いたことあるんですけど、ミャンマーだとあの知らない人に連絡してそれでデートしたりとかもあるんですよね。花何歳ぐらい？自分で好きから何歳でもいいよ。1個話したい。